はい、パトレトロゲームチャンネルですがですね、鉄道日本路線旅、整理運転ながら鉄道編ね、 EX か EX ではない、はい、ミノオータ、ミノオータね、なんかミノモンタさんとね、爆笑問題の太田さんがの顔が浮かびますけど、前平方、本日は長良川鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。左側なんか何の車両かわかんない、車内は禁煙です。黒帽子の映像道場さんとか海事編理さんに詳しいんじゃないですか。あの左側の止まってる電車なんでしょう。まもなく奥の行き発車します。100m 先制限45。はい、発車いたします。徐々にマスコンを倒していくと、あるような車両、キオスク、あれキオスクってあんまり今言わないね。ニューデイジー、ね、あの新幹線の限定物とかね、あれキオスクなんだよね。新幹線の駅とかでしか売ってないから、なんか300系のステッカーとか限定で売るときあるんですよね。でも新幹線の駅に入ってるキオスクだったりするから、なんかあの車両見たことあるな。鉄コルシリーズでありそうだっけ。鴨川、鴨川でいいの、時間的には短い、小さい子でも遊べるように区間短くしてるのかどうかわかんないんだけど、前平公園、あ、これ惰性運転ですよね。清掃をしてくださいね。あ、でもキハ58系でね、初代電車でもこういう単線走ってましたよね。今53キロ、これいいね。99点。ああ、やっぱ95点以上取んないと、あれかもしれない。初めて S ランク取ったんだ。スピード違反を3回すると、ダメ。ご乗車の際、整理券をお取りください。When boarding the train, please take a numbered ticket. はい、出発進行。なんだ、段ボール、回収ボックスなんてあんだ、いい。
ボール回収ボックス、ダンボールそんな、でも通販とか買う人はよくね、ダンボール出ますから。基本的にダンボールの回収ってね、週1回とかだから。ああいうダンボール回収ボックスみたいのあると便利っちゃ便利だよ。ナビゲーターに出たかな、なんだろう、汚染作業員がいたのか、踏切があったのか分かんない。あと1キロ、あれは三菱のマークですね。三菱ってなんか歌があったような気がするんだな。あれ三菱って社会人野球あったっけ。昔はね結構社会人野球ってね、日産とかもあったんですよね、社会人野球は。違う、今はもう本当の大企業しかもう実業団、社会人野球のチームってないからね。東芝とかね、JR とか立命館とか、ね、日本生命とか、入れてごまかそうとしたけどダメだった。ジャスト0秒。A ランク以上5回獲得。日産自動車もね、昔は野球部があって。ご乗車の際、整理券をお取りください。よくベイスターズのね、2軍と日産自動車がね、オッパマでね、やってましたけどね、年に1回交流戦みたいにやってましたけど。昔有名だった会社が今はもうあんまり全然聞かない社名っていうのもありますから、ね、プロ野球だとね、昔三洋オールスターゲームってそれが一般的でしたけどね、三洋ってね、家電の会社だったと思うんですけど、もう三洋ってもないですからね。ビクターって昔音楽のスピーカーとかなんかイヤホンとか確か作ってたと思うんですけどね、ビクターって今は言わないもん。桜屋とか昔ありましたけど聞かないもんね。なくなったのか。ラオックスとかね、秋葉にもあんだっけ、昔館内にあったんだよね、京浜東北線の館内駅。
無線ってあれも家電量販店だよ、なんか佐藤無線って CM は知ってたんだけど、知ってんだけど、なんか高級っぽい電車が走ってるけど、遅れてるね。トミカ、うん、ミニカですね、トミカ。注意喚起。なあ、本物の天使になりきって別に評価とかは別に関係ないんだろう。ご乗車の際、整理券をお取りください。この列車は北濃行きです。ワンマンカーですから、後ろ乗り、前降りとなっています。はい、出発。When boarding the train, please take a numbered ticket. This train is bound. 誰か歩いてます。ああ、ゴミ拾いです。ゴミ拾いなのかどうかわかんない。なんか拾ってました。社会貢献活動ですね。最近でもフリー運転モードってこのゲームなくなってる。なんか三岐鉄道とか映山電車はあった気がするんだけど、名鉄編とかなんかなかったな、フリー運転モードって。今回のゲームもないしね。あ、やっぱスピード上がってくる。これぐらいのスピードでいい。なんか急カーブがあるってさっき書いてました。制限70。進入してきそうな勢いでしたね。お、太陽光発電。でブレーキをかけといて、結構難しいな。なあ、やっぱ時間、なかなか時間に余裕がないですよね。ダイヤ厳しいね。94点でもだ。15点で S がつくのかどうかだね。
結構難しいね、これ。子供でも結構難しいかなっていう。関口。ご乗車の際、整理券をお取りください。コンビニと駅舎が一体化したの？一体化してるんだ。When boarding the train, please take a numbered ticket.はい、出発し、でもスーパーとかなさそうですね。病院とかあるのかな。じゃあ今からここへ引っ越しましょうってなった時にね、なんかやっぱり行かないじゃん。病院が近くにあるからね、スーパーは近くにあるかとか、コンビニは近くにあるかとかね。あ、コンビニ、スーパーはどっちかればね、いいんですけど、やっぱスーパーだとね、8時とか9時とか10時に閉まっちゃいますからね。まあ、10時ぐらいまで開いてくれてんだったらいいけど。まあ24時間空いてるからね。まあその代わり値段は高いっていう。まあでも今コンビニでも結構プライベートなんちゃらってね、お菓子とか安く買えるから。まあ今物価高くなってるとはいえね。昔で消費税 5% で105円でね、いろんなお菓子買える。一袋プライベートブランドだったらね、結構チョコバットじゃないけど、チョコバットみたいなのが6本ぐらい入ってて105円とかねありましたけど、今は130円ぐらいしますね。やべ、これ失敗したな。非常、あー、オーバーラン、オーバーランだとこういう風に出るんだって。あ、じゃあもう一度運転しましょうか。あ、関市に入りました。珍しい構造だって。コンビニと駅舎が一体化なんちゃらって書いてましたけど。結構ダイヤ厳しいね。難易度イージーにしないと。まあイージーあんのか、難易度設定できるのかな。ここが分かんないです。猫、ね、やって話に夢中になっちゃうと、ああいうふうにオーバーランしちゃうしね。ゲーム実況難しいよな。これ向いてないかな。まあでも YouTube でね、何していきたいかって考えた時に何もないんですよね、実は何もないっていう。なんかでも新機能とかね、結構増えてますよね。ポッドキャストのなんかタグができたり。ポッドキャストって要はラジオみたいなもんだよね。その声だけの動画でも、音声ファイルだけでも、なんか、なんだっけ、MP3 じゃなくて、なんか、なんだっけ、GPG だっけ、なんかそういう形式じゃないと。なんかいつも動画でやってる、投稿してる形式じゃないと、なんか、音声動画なんだけど、なんか、いつも動画で、やべ、
4メートル手前でもカウントされちゃうの、ね、ランク B。 変わった駅舎っていうのが分かんないな。あの映像だけでちょっとなんかコンビニと一体化って言われても分かんないな。ご乗車の際整理券をお取りください。なんか音声だけでもなんか動画ファイル、普段ね動画投稿している映像ファイルじゃないとなんかダメとかよくわかんない。音声だけだと普通 MP3 とかなんかそういう形式ですよ。でもそれじゃダメだ、それじゃなんかポッドキャスター投稿できないみたいなもう聞いた。目的はないんだけどね、なんか YouTube ってどういう機能があるのかなかといってちゃんと編集してるわけでもないし、動画が伸びるのかなっていうのは最近ちょっとなんか気になってはきましたね。なんか1日目動画投稿した50回、2日で100回再生される動画ちょっと何本か、間違えた、何本か作り続けてみようかなっていう、何本か投稿してみようかなっていう思いもあるんです。ちょっと500はいい、500人はちょっと超えてみたいなっていうね。100から200の時は4ヶ月でなったんですよ。で200から300も約4ヶ月で、300から400はなんかね、なかなか1年経っちゃいましたね。いや、また余計なことやっちゃった。難しいもんだな。OK。 300人が到達した時がね1年前だ。でまだ400人いってないからね、やっぱ1年かかる。分岐器がある。短めの区間だ。ご乗車の際、整理券をお取りください。だから難しいよね。はい、出発進行。よくね、100からなんか1000は、あ、0より100より100から1000の方が全然楽勝ですよみたいな、なんかノウハウ系 YouTube のノウハウ系の動画見ると言うんですけど、そんなことはない。まあただ撮って動画出してるだけのスタイルだとやっぱり、でつまんない動画ばっかり開けてるとやっぱりそうもいかないなっていうのは分かりました。5秒遅れで、
れるな。案外いろんなエース取れる時もあるんだね。うん、ちょっとよくわかんない。慣れないとちょっとわかんないね。関市役所前。ご乗車の際、整理券をお取りください。はい。この列車は北陽行きです。When boarding the train, please take number 進行。This train is bound for 北陽。続けてれば登録者数が勝手に増えていくっていうのはないんだなっていう、それは思いました。まあ登録者数を気にしてってわけじゃないですけど、なんかああそういうもんなんだな。いい動画を投稿したら、まあ、見返りにやっぱりなんていうんですかね、影響、再生回数とかやっぱり登録者数に影響、見返りが来るっていうかね、まあ、そういう仕組みなのかなっていう。まあいいやつらだけがいい思いができる、つまんない動画ばっかり上げてると全然這い上がれないよみたいな、そういうなんか見えないメッセージが YouTube の仕組みとしてなんかありますよね。はい、やめしました。まあ、た余計なことやっちゃった。あーダメかなと思ったらどうでもないんだ。これもエースだ。お、測定。終点どこだ？ここに。よく見てなかった。関下内。あ、なんかさっき遊びました。整理券をお取りください。When boarding the train, please take a numbered ticket. ちゃんと英語バージョン。フルノッチにしなくてもいいのかな。やっぱ春に撮影するとやっぱ映像、いい映像がいい撮れるから春に収録してんだね。マンションとかないもんね、やっぱり。もう一軒家ってないんだよね、マンション。一軒家に住んでみたいって憧れもあるんですけどね。ただね、セキュリティとかの面はね、自分で一軒家だってやっていかなきゃいけないからね。マンションとかだと全然そういうのは、でもいちいち理事会とかね出なきゃいけないっていうあれもありますからね。それはそれで面倒くさい。だからまあどっちもね、いい面悪い面はあるんで、なんとも言えないんですけどね。
この桜が咲いてるところの駅が、いいですね。あと10で。まあちょっとダメだった。91センチだと停車位置やっぱりそうだね。93だと。松森、あったな。ご乗車の際、整理券をお取りください。整理券を取りください。 When boarding the train, please take a numbered ticket. 閉じめて出発進行。900m 先制限に行くじゃん。まあでもまあ登録者数ね、まあ500行ったらいいかなって、死ぬまで2000行けばいいかなというところですね。1万とかすごい、ね、1万人とか。あ、僕としたらもう1万人超えたら有名 YouTuber だもんね。1万はな、ちょっとなかなか。まあ、早く始めてた方が良かったかもしれないですね。 YouTube が一般人がね、動画投稿するようになったのって10年ぐらい前、10年、11年、12、13年前なんですよね。2009年とかってまだ誰も自分で顔出して動画投稿してる人っていなかったんですよね。これやり直しだ。やり直しですね。お、なんとか収まった。82点か。あ、82点じゃ6円だ。え、どういう評価。異常な低速で走行した場合も速度違反。ご乗車の際、整理券をお取りください。When boarding the train, please take a numbered ticket. 出発進行。ここも橋なんだ。橋の通り全然車走ってない。まあでも YouTube 始める時期が早かったから、今1000っていうのは500超えてたかっていうとそうでもないから。僕もね、令和になってから、だから芸能人の方が参入してきた後ぐらいからやったんでね。
YouTube でね、美味しい思いをしたことがないんで、わかんないんですよね。だグッド鉄道チャンネルさん、グッドゲームチャンネルさんとかだと、まあ、おそらく10年ぐらい前からやってるのかな。発車動画上げただけで、なんか、500とか1000とか普通に行ったみたいなこと言ってたんでね。そういう僕は YouTube で美味しい思いをしたことがないんでね。だからまあ別に再生回数少なくてもしょうがないのかなっていう、もう諦めみたいのありましたけど。よく経済回ってた時、生きてたサラリ働いてたサラリーマンの人がね、昔は景気が良くて金も入って良かったみたいなね、まあ、たまにいますけどね、バブルが弾ける前ですよね。そこから今もちょっとその時の考えが抜け出せない人いますけどね。だから YouTube 上ではグッドさんもそういう感じなんじゃないですかね。昔は良かったみたいなね。まあでもあんだけに登録者数稼げば、登録してもらったらね、全然いいですけど。はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。